これで、まあ、紹介させていただいたんですけど、ちょっと今度志賀さんのお話をちょっと聞きたいなと思いまして、はい、あ、はい、志賀さんはその4月2日にオープンされて、はいはい、まあ、その時は佐渡にいたと思うんですけど、その前はその1回佐渡来た以外というか、はい、来る今何ヶ月ぐらいなんですかね、来てから。来てから1ヶ月半ぐらいですかね。1ヶ月半、はい。え、じゃあもう、うん、来ても2週間ぐらいで準備してオープン。ああ、そうです。もう僕は埼玉に住んでたんですけど、はい、その、佐渡 UI ターンさんが出してる記事の中で、そのここのオーナーの、寿司家のオーナーの原田さんがその昼間飲食やってくれる人を募集しているみたいな記事を、僕がその関東にいる頃にその記事を見て、あ、これに応募しようと思って、もうその頃からここのオーナーとはやり取りをさせていただいたんですよ。で来て、まあ、2日目ぐらいでもう彼に会って、うん、まあ、その原田さんもすごい僕がやろうとしてることに対して前向きな言葉をくださったので、うん、もうなんか4月からやろうみたいな感じで、はい、やらせていただきましたね。トントントント、はい、でも言っても佐渡ですから、はい、まあ、その、まあ、原田君はまあ、うん、まあ、繋がったとしても、はい、まあ、お友達もいないし、まあ、肉親もいないわけじゃないですか。ましてや、そうですね、はい、島ですよ、はい、はい、不安なかったですか最初。まあ、不安ばかりでしたね不安ばかりですよかった、はい、不安がないように見えてたから、うん、いやいや、そんなことないです、はい、不安です、不安ですそうですね、はい、はい、そうです。なるほど、はい、とりあえず今日もうみんなここにいる人みんな友達ってことでよろしいありがたいです、ね、まあ、そうですね、これから、ね、はい、まあ、その、まあ、こっちで商売を始めていただくっていうのは、まあ、僕も商売やってる、まあ、人間からすると非常に嬉しくてですね、はい、で、まあ、ましては島内じゃなくて島外から来ていただいて、はい、で、まあ、これから末永くやっていただきたいんですけどね、やっぱり、はい、その一人人口が増えるっていうのもまた嬉しくてですね、はい、あ、はい、佐渡のイメージとか、まあ、こういう番組なんでちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はいはい、どうですか今、まあ、まだ1ヶ月半、まあ、2ヶ月いかないぐらいですけど、はいはいはい、佐渡来てみて、はい、あ、いや、1回来た時は冬でしたよね。そうですね、まあ、正直その冬来た時あまり天気が良くなくて、はいはい、で SNS とかそのインターネットでその佐渡のこととかもよく調べてたんですけど、なんか曇ってる写真多いなと思ってそう、ね、大丈夫かみたいになってたんですけど、あ、まあ、実際住んでみたらすごいめちゃめちゃ晴れてますし、で、まあ、いろんなところ、まあ、ちょこちょこ時間があれば行かせていただいてるんですけれども、まあ、すごい景色も綺麗だし、ご飯も美味しいし、はい、この間近くの、はい、ファミリーを相川さんに、はい、少し近くまで行ったんですけど、そこからの景色とかがすっごく綺麗で、はい、そうですね、あそこは綺麗ですね、海に嵐、ひまわりでいっぱい、あ、そうですね、それはすごそうですね、はい、そう、ひまわり畑もね近くにありますし、はい、でもなかなかお仕事してると、はい、まあこれからでしょうけど、そうですね、まあ、あちこち行けないと思うんですけど、はい、普段はその相川でほぼ、はい、もう、まあ、まだ、まあ、1ヶ月半ぐらいですけど、はい、他はどっか相川以外で行かれたとことかありますか。この間宿根木に行ってきました。おお、もう宿根木まで足動かして、はい、そうです、宿根木、はい、車とか持ってきてるんですか。あ、いや、今シェアハウスに住んでいて、シェアハウス、はい、ルームシェアしてる人がいるんですけど、まあ、その方の車に乗せていただいて、休日出かける時とかはそれで移動してもらしたりとかしてますね。そうなんですか。免許はちなみに持ってる、はい、一応免許、車も持ってます。あ、よかったです、はい、まあ、その北からはね晴れてる日多いかもしれないですけど、そうですね、はい、やっぱりその冬というかね、秋口から春の間がもう佐渡、はい、は車がないとなかなかちょっと買い出し一つにしても、まあ近所でね、はい、この辺ならできますけど、はいはい、なかなかちょっと厳しいですからね、はい、そうですね、まあそれまでには車もゲットする予定です。
そうですね、なんか、はい、まあ、安い中古でも、うん、特に愛川は、はい、あの海風が強いですからね。あ、あ、確かにそうですね。もしかしたら中古とかから。そうそうそう。はい、そうですね。車、はい。私5万円で買いましたよ。5万マジ5万ですか、すごい。大丈夫ですか、はいはい、いや、全然大丈夫。今何年乗ってんですか、それ。いや、まだ去年、一昨年です。あ、一昨年。でも、まあ大丈夫なんです。故障なく。ああ、あった、ありました、ね。ありました。まあ、5万円ですからね。カーリースもおすすめ。ああ、そうなんですね。今いいっすよ。ああ、そうか、カーリースがあるのか。カーリースおすすめですよ。はいはいはい。まあ日常的に使う、うん、使うんじゃなかったら全然、まあ出かける程度とかだったらやっぱ安いですかね。いや、もうあの、いや日常的に使えます。もう日常的に使ってきて。はいはいはい。何の宣伝だ？カーリースの。カーリースの宣伝みたいになってきたけど。はい。携帯と同じです。自分のものにできるんですよ。はいはい、そうなんですか。月額1万円とか払う。はい、あ、そうなんですね。そう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 、あ、じゃあひとまずはちょっとカーリースの方にお世話になるかもしれない。いい情報でした。なんか今はもう詳しい話してもらえたけど。あとで、そうそう、今あとで詳しく教えてもらって。そうです。私も結構いろいろ調べたんで。2年前にこっち来たんですよ、私も。あ、そうなんですか。へえ。あとでゆっくり喋る。そうですね。で、今お住まいはこの近所ですか？あ、僕は今沢根に住んでます。沢根？沢根です、はい。どうやって帰ってんですか？その車乗せてもらってきてるんですか？あ、いえいえ、あの原付を持ってるんで、はい、原付で、まあ、20分ぐらいなんで、原付ね、はい、15分20分とかなんで。そうかそうかそうか、はい、そうか。でも原付か、まあ、冬、まあ本当、まあ、雪さえ降らなきゃと、はい、あと、はい、岡山峠ね、トンネル越えてくるとき凍結結構しますからね。あ、はいはい、冬はちょっとバイク気をつけるっていうか、やばいと思うから。そうですね、まあ、はい、トンネルってすぐのね、はい、カーブのとことかめっちゃスリップしてますよね。怖いですね。まあ、あの夏はまあちょっと原付で頑張ろうかなって感じですね。あ、まあ、そうですね、夏は気持ちいいですからね。そうですね、はい、いいですね。お住まいとか困りませんでした？探すのにと、うん、ああ、そうですね、まあ、あの知り合いを伝って、うん、まあ、あの今住んでるシェアハウスを知って、うん、まあ、あの一応夏まではそこにいさせてもらう予定なんですけど、うん、はい、あ、じゃあそのうちはちょっと別で借りてってことになるんですか？そうですね、そのうちまた別のお家を探すことになりますね。はい、まあ、空き家もいっぱいあるんですよね。うん、そうですね、はい、だからどっかいいとこね見つかるといいですけど、うん、あとは、うん、お、家買って永住してもらえる。ああ、まあそれが一番ですよね、本当に。あ、はい、いや、ぜひぜひ本当にぜひしていただきたいですね。もうさぞに一人でも若い子がね、定住してほしいですからね。うんうん、本当に。なんかあとは、まあ、佐渡来て、まあ、まだまださっきからも話してる短いですけど、うん、なんかやりたいこととか今後、まあ、仕事以外に、仕事はまあ頑張ってこの美顔領域に、あ、はい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 、なんかあります？まあ、例えば佐渡だと、まあ、ダイビングができたりとか、キャンプ、あ、はいはいはい、釣り、そうですね。まあ、もちろんここのオーナーのね、原田君のサッカーやったりしますけど、はい、まあ、スポーツもありますし、うん、この時期みんな山菜取りに行ったりしてます。あ、はいはいはい、そうですね、そういうのもありますしね。そうですね、やっぱりそういった、まあ、自然と触れ合うような、まあ、なんかのんびりした時間を過ごしたいなと思いますね。うん、そういう願望は昔からあったんですか？自然の、ああ、もちろん、あの自然すごい好きですし、はい、そういう願望もありましたね。はい、そうですね、まあ、なんで普通に、まあ、なんかあの山菜取りに行ったりとか、まあ、なんかぼーっと海眺めてたりとかしてたんですけど、はい、何でも叶いますよ、こっち。そうですよね。なんかもともと学生の頃とかはスポーツとか、はい、なんか部活的なのはなんかやられてたんですか？あ、スポーツはサッカーを8年やってました。おー、サッカー、はい、そうですね。じゃあ一緒にサッカー。そう、あ、そうなんですよ、はい。共通点が結構あって、あれ、はい、いいじゃない。そういうのもあってやろうと。あ、そうなん、あ、そうなんですね、はい。すごい運命じゃないですか。そうですね、はい。で、ハウスミュージックがなんかハウス系のダンサーでもあって、うん、で、ハウスといえば僕となったらダパンプなんですよ。うん、あ、確かに、ね、なんか言ってたら。確かに前言ってたら。で、クラブで踊り明かすとか僕も好きだし、はい、そうですね。ちょっと違うのは、僕はクラブでジントニックとかジーマとか飲むんですけど、ああ彼は水だけで踊り明かせる。そういうところ。お酒は飲まないんですか？あ、お酒は、まあ、
誰かと飲むときは飲むみたいな感じですね。あ、まあ、普段からそんなに、はい、普段から一人とか一人で飲むこととかそんなないですかね。いや、クラブダンサーって初期業にされてたんですか？はい、あ、いや全然もうなんか本当に趣味の一環なんですけど、もうその踊るクラブで踊るってなったら、あのもう踊りだけに集中したいみたいな感じなんで、水一本で朝まで駆け抜けます、ね。駆け抜けるすごいな。普通ね、やっぱああいうとこ行くとね、なんかお酒飲んで、まあ飲めなくてせめてジュースとかならまだ、そうですね、ノンアルとかならあるんですけど、完全に水で。水一本です。だってそれアスリートとか、なんかプロのダンサーがなんか練習してるみたいな。ああ、もうそうですね、もうなんか、はい、もう踊りに集中したいっていう、もうそんな感じなんですね。そうですね、もう朝、はい、朝気づいた時には滝を浴びたようにもう全身ずぶ濡れになったりしてますね。でもああいうとこって普通、はい、そんなびちょびちょにならないで、あ、なんかもうみんなクールになってクールにね、ダンパしてる人とかいますけど、なんかってこうしてるイメージが、僕だけ ドロドロの、ドロドロの、はい、え、そういう場所ってあんまないじゃないですか。そうだね、あ、そうですね、はい、確かにクラブはないしね。まあそうですね、確かに、まあ、はい、よくまあ、なんでやっぱり年に1回とか2回とか、ちょっとあの、まあ、あの実家もあの埼玉なんで、そっちの方に帰った時とかにあの思いっきり充電してくれるみたいな感じですね。そうですね、はい、まあ、そうと言わず、なんか寿司家さんでね、ちょっとダンスナイトみたいな、ね、ああ、はいはい、この間なんか、はい、ヒップホップの DJ イベントみたいなのやってましたけど、まあ、僕あのここにバイクで通勤してるんで、はい、まあ、なんかあのお酒とかは飲めなかったんですけど、まあ、その時も結構楽しく踊らせていただきましたね。水一本で、水一本、あ、そうですね、水一本で、はい、すごい、見てみたいです。いやいや、すごいね、その一人で汗だくになりながらっていう、すごい。じゃあ、まあ、スポーツ系とかは、まあ、サッカーやって、はい、そうですね、まあ、ダンス、そうですね、サッカーとダンスがほとんどですかね。はい、なんか他に趣味的なのはもうない？あ、趣味はヨガ、ヨガヨガ、まあ、ヨガ趣味っていうか、まあ、なんかあの一応毎朝の習慣みたいになってて、結構本とか読んだり、あのアニメ見たりとか、その物語とか、そのそういう中に、まあ、そういうのが好きですかね。はい、片岡つるちゃんの影響じゃないですよね、別にね。お腹ポコポコさせたいなみたいな、そんなんじゃないですか。片岡つるちゃんもあの以前働、新宿で働いてるレストランに来ました。あ、そうなんですか。はい、さすがヨガ。ヨガでビーガンですか、やっぱり。そうですね。すごいな、すごいな。でもやっぱサッカー、まあ、ダンスもあるんでしょうけど、まあやっぱビーガンとか、まあ、そのヨガ、はいはい、やっぱ細いですよね、結構。あ、なんかもともとそんなに太りにくいっていう体質もあるんですけど、やっぱダンスとかですごい動きますし、やっぱビーガン料理ってカロリーはさっきそんなに変わらないって話はしたんですけど、やっぱり続けてると、あのなんだかんだそのダイエットとかにもすごいいいと思うんで、女性の方とかにはすごいおすすめの料理ですね。俺もだもうね、僕もお腹こんななんで、もう動物性の脂も大好きなもんで、はい、ちょっとね、ちょっとビーガン料理、ちょっと、ハマったらね、痩せれるかもしれないから、ちょっと通わせてもらおうかな、今度。私、大好物が唐揚げなんですけど、はい、あ、でも全然、あの、大豆ミートの唐揚げみたいなのを作る、もう本当になんか唐揚げみたいな食感と味わいですし、ゆくゆくは、はい、やろうと思ってたメニューで、はい、ぜひちょっと楽しみにしてもらって。ぜひぜひ。俺も唐揚げ大好きだから、じゃあできた、ね、そのメニュー化というか、手間になったら、はい、いろいろこれからお出ししていく予定なので、ぜひ食べに来てみてください。いや、本当すごい。で、あの本当に、まあ、ビーガン料理って言っても、まあ多分本当に腕がいいと思うんですよ。あの盛り付けも綺麗ですし、はいはい、あの味が本当トータル的にめちゃめちゃいいので、はい、まあ、皆さん本当にぜひ来ていただきたいなと思います。もうそろそろちょっとまだまだね、ちょっと話したいことあるんですけど、はい、あの聞きたいこともいっぱいあるんですけど、ちょっと今回はもうお時間ということでですね、知り尽くせなかったですね。ね、まだまだちょっと気になることもいっぱいあるんですけど、料理のこととか、うん、ね、志賀さん本人のこともいっぱい聞きたいんですけど、はい、また機会があれば出ていただけますかね。はい、またお願いいたします。はい、じゃあぜひまたお願いします。ぜひぜひ。はい、ちょっと今回は皆さんまだまだ情報足りなかったかもしれませんが、あのまだまだあの気になるなって方は、ビーガン料理ラバーズさんに来てですね、あ、でもあんまり裏にこもってる感じですか？
もちろんお客様ともお話ししたいので、はいはい、ぜひ店頭でお話しできれば嬉しいなと思ってます、はいはい、じゃあ皆さんラバーズさんに来て志賀さんとお話の方もしてみてください、はいはい、では今回はこの辺りでさよならしようと思います、はい、ではまた次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラバーズさんもよろしくね。ご来店お待ちしてます。